こんにちは、カバゴロです。今回はですね、以前の動画でゴールデンウィークから国際卓球というあの卓球のお店ですねが春のセールをやるということで、その春のセールに合わせて私が買ってみようか迷っているラケット4選という動画を出させていただきました。で今回はですね、今撮っているのが4月の30日の土曜日なんで、まだセールやってるんでね、まだもしかしたらっていうのあるんですけど、実はまだ国際卓球にすら行ってなくてですね、まあ、というのも人にいろいろ聞くとですね、結構混んでるよとか、なんかなかなか落ち着いて見られる感じじゃないんだよみたいな、結構ことを教えられ、まあ言ってみないと分かんないですけどね、まあ、そういうことを結構聞いて、どうしようかなと思ってた時に、ちょっとフリマアプリで、あるラケットを見つけてですね、買ってしまうというようなことになりました。そのだから前回のその迷っているラケット4選っていうのに対する今日はアンサー動画みたいな感じなんですけど、まだファイナルアンサーかどうかはわからないんですけれども、現時点でですね、私はこのラケットを買ってしまいました。これですね、もう超有名なやつですね、ティモボル ALC ですね。これを買ってしまいましたね、フリマサイトでですね。結構安くて、多分自分が買った値段でこれそのまま出品したら多分買ってくれるだろうなって、誰かすぐ買ってくれるだろうなっていうぐらい、なんか運よく結構安い値段で買えたんで、ちょっと飛びつくように買ってしまいました。でラバーはですね、まあもう元から持ってるというか、家にあるラバーを貼ってるという感じですね。バックがターゲットプロで、でフォア面は何かラケットをやっぱフリマで買った時におまけでついてた、今テナジー05を貼ってありますね。はい。で最初はですね、テナジー05、この黒のラバーとこっち側にも黒のラバー、以前のあの動画で出させていただいたティバー社のエボリューション MXD っていう黒黒にしてまして、ちょっとどっちがいいかなっていうのを自分で打った感じとか、あとはその知り合いのいつも打ってる方に受けていただいて、どうとかっていう感じを聞きながらですね、なんかテナジー05の方がちょっと重いかなと思いましたっていう言われたのと、あとはテナジー05、僕も初めてテナジー05ってちゃんと打ってみたんですけど、結構ボールをこうキュッて捕まえてパッて飛ばしていくっていう感じが感じられて、よくテナジーってすぐ死んでしまうというかね、すぐ寿命が早いとかって、だこれそもそも初めから中古で、いつからこれに家にあったんだろう、この中古のラバーはっていう感じのをですね、ペタッと貼って使ってみた割には普通にいい球が打てるので、うん、っていう感じで、まあ、テナジー05を使ってみ、ちょっと使ってみたよっていう、また動画また改めて出してみようかなと思うんですけど、はい。今回もあくまでアンサー動画ってことで、以前の動画で神大岡でも別に高田馬場でもいろいろあるんですけど、あの国際卓球、渋谷もありますよね、国際卓球のセールで、買おうか迷ってるラケット4選ってことで、何紹介したんだっけな、ティモボル ALC でしょ、でフレイタス ALC とインナーホースレイヤー ALC、 あと、張本智和インナーホース ALC の4つっていうのを挙げさせてもらって、で私はちょっとまだ国際卓球にすらちょっと行ってないんですけど、フリマサイトでたまたま見つけたティモボル ALC を買ったというのが、まあ今のところのアンサーになりますね。でまだ4月30日でセールがあと何日かあると思うんですけど、もしかしたら、まあ本当今日この撮影が終わった後に行くかもしれないしと、結構嬉しいことにですね、私のこの卓球のしゃべり系の動画をご視聴いただいて、でそれでこのラケットがいいですよ、あのラケットがいいですよっていろいろコメントしてくださる方が本当何人もいらっしゃいまして、ありがとうございます。そのことによってですね、あそうか、あれはいや本当メイス使ってみたいなとか、張本もいいらしいとか、なんか本当いろいろ言っていただいてね、だからね、国際卓球行ったらね、なんかね、買っちゃいそうなんですよね、クレジットカードで買っちゃいそうですよね。でまた本当月末になってクレジットカードの明細を見たら、うわ高いって なるの嫌だなとかって思って、行ったらね、なんか張本とかインナーホースレイヤーいい重量あったら勝ちそうなんで、ちょっともうなんかあえて行かないようにしてるぐらいのところがありますね。はい。でまたこのティモボル ALC ですね、これ打った感想っていうのもまた後日上げていきたいと思います。うん、今のところ難しいですね。うん、面白いんですけどね、やっぱ ALC ラケット、前の動画でもちょっと言ったんですけど、
若いフランスの選手の元アレクシス・レブロンっていう選手がティモボル使ってたりとか、あとはこの前って結構前かもしれないんですけど、全日本選手権がありましたよね。で、まあ、ちょっと合ってるかわからないんですけど、あれで準優勝された松平健太選手も、確かアウターの ALC を使ってると思うんですけど、まあ、あれだけ柔らかいボールタッチがありながらも強打するととんでもないボールが速くて鋭い球が飛んでくっていう、なんかそのシャープさっていうのがやっぱなんか ALC ラケットに対する憧れみたいなところ、アウター ALC ラケットに対する憧れというものがありまして、まあちょっと買わずにはいられなかったという感じになるんですけどね。はい、まあ、このまだ、買って1ヶ月当たってないか、 1,2 週間ってとこなんで時々打ってるんですけど、ちょっとまだレビューするには至らず、全然まだ感想を述べられるほどのあれがないんで、もう少し打ち込んでみたら改めてティモボル ALC を、何ヶ月か使ってみた感想っていうのをちょっと上げることができたらなというふうに思っています。はい、ということで今回は、以前の動画で上げさせていただいた国際卓球の春のセールやりますっていうことで、それの、自分が買おうか迷っているラケット4選という動画に対するアンサー動画ということで、私はこのラケットを買いましたというのを、お送りさせていただきました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。